こんにちは、ヤマトです。今日はですね、久しぶりの休日なんです。ということで、お休み Vlog みたいな感じでですね、美味しいご飯を食べに行こうと思ってたら、なんと、アバルトの古市くんが来てくれました。イエーイ。というわけで、今日はですね、彼の車に乗って、美味しいご飯を食べに行くという動画になりました。ヤマトさんの送迎です。本当はね、なんか渡すもんとかってどっかで集合にしようとか言ってたんだけどね。どうせなら行きますよ、ヤマトさん、それは。いや、優しいなぁ。それは行きましょう、行きましょう。ね、ノスタルジック 2days ぐらいからね、ちょこちょこ出てもらって、うん、この間生配信したら、最近古市さんは出るけど、はいはい、T さんが出ませんが、T さんクビになったんですかっていうコメントがついてるんです。クビとかじゃないのよ。T さんはね、純粋に忙しいだけなんでね。そうそうそう、T さんはね、もう、こっちが。そう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 。ちが忙しいから。音楽ものを結構頑張り出したので、そうっすな。彼のことも応援してあげてください。うん、というわけで、多分この動画ね、5分ぐらいになっちゃうと思うんだよね。尺とかもね。非常に短いと思いますが、あまりやったことなかったんで、こういうお休みの日を回すっていうの。ちょっとそういう意味で、趣向を変えて、美味しいご飯を食べに行くドライブ企画をやってみようというわけでございます。目指せ、5000再生。じゃあ、運転手よろしく。おっす。行きましょう。ところで、はい、ご飯食べに行こうとは言ったものの、はいはい、お店も任せるとも言ったけど何を食いに行くか分かってないんだね。言ってなかったですな、そういえば、はい、みんな大好きハンバーグ。お、素晴らしい。ハンバーグですよ、ハンバーグ。最近肉食ってなかったからお茶漬けばっか食ってた。ダイエット中の山田さんには申し訳ないが、はい、肉を食おうと。今日はチートデーだ。ポドガヤかな、うん、にある、うん、ウエスタングリルっていう、ほう、ウエスタングリル、うん、ハンバーグステーキのお店なんです。なんかもう名前がいい雰囲気じゃないですか。ハングリータイガー、はい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 、ってあるじゃないですか、うん、なんか今また最近ブームなんですかね。すごい人気に、ね、そこで、まあ、働いて修行してた方がオーナーさんなんです。へえ、いいね。そうで、お店ができたのが92年とか書いてあったかな。おお、私と同い年。30歳ですね。30歳。古市くん30歳になっちゃったんだ。30歳です。前の会社の新卒くんだったのに。よくわかんねえなっていうので行ったことはないんですね。おっ、33GTR だ。マイナンバーだ。かっこいい。かっこいいな、やっぱ33だよね。外人さん、まあ、かっこよ。なんかワイルドスピードのおじさんみたいな人乗ってた。すごい。何その結構いっぱい出てくるよ、ワイルドスピードのおじさん。あっちね、チャレンジャー乗ってる方ね。ドムじゃねえぞ。分かんない。それは1と2しか見てない。あ、3見たか、東京ドリフト。妻夫木がゴーって言ってんの覚えてる。上履き。分かる、上履きって。分かんない。分かん、ダメだな、今みんな分かってる。全然分かんない。行かなくていいんじゃねっていう話。ブオンブオンブオン、絶対こっち意識してやったろ今の。俺だって山本さんの動画撮ってる後ろで泳ぎ立つとかあるわ。かな？カマナンバー。かっちょ良いじゃないですか。ボンネット変わってますね。リップもついてますね。サービス精神旺盛すぎない？いいね。いいですか？ボボボボ。それもうね、口芸なのよ。こちら。あら、意外とこじんまり。ブレーキが鳴るとこいいな。はい、どうも。はい、ありがとうございました。
くない？めっちゃいい、うまかった。食べてまいりました。美味しかったね。美味しかったっすな。ハンバーグいい店だった。なんかこうハンバーグって肉肉しさがこう、はいはい、難しいというか、うん、ステーキほど肉肉しさはあんま求めてないけど、うん、なんか食べやすいじゃないですかハンバーグって。そうね、肉肉しいハンバーグで、しかもちょっとこう何あれニンニク結構がっつりの、はいはいはい、そうだったね、感じでちょっとスパイスな感じで、うん、それがねたまらないわけ。うまかったわ。ソースも美味しかったし、いやちょっといい店を教えてもらいましたね。いやよかったです。お満足いただけたみたいで、もうね休日としては最高ですね。よかった嬉しい嬉しい、ありがてえ限りだわで飯食って腹ごなしにドライブですか。まあそれはそうでしょ。うん、それはやっぱり行くでしょ。じゃあちょっとプラッと走りますかね。そうですな。はい、というわけでドライブしてきまして、こちらは、ここは連日車のカスタムカーショーが行われている国バイキングエリアです。なんでみんな最近ちゃんと言わないの、大国って別にいいやん、言ったいいのか、いいのか。そんなだってさ、昔みたいにさ、こう名前を隠すようなスポットでもないやんもうみんなツイッターとかでさ、言うわけじゃないですか、そのスポットをさ、バラすようなやつがいるみたいな。はいはいはい、バラされるよ、当たり前じゃないか、行動なんだから。スポットとかじゃないしね。そうなの、そこのことをスポットって呼んでるのはお前らだけだからあーまたほらもうすぐ意見言うもん、山本さん。だって僕走ってたの裏剣崎っていうところだ言ってんじゃんすげーなー。今日ちょっとでも少ないかな、日曜の夜こうやって歩くと古市が YouTuber って言うんだね逆じゃね、そういえばペタペタのプリウス。いやさ、俺、うん、昔ね、うん、ゴルフ場で、うん、キャディーさんとバイトしてたんですよ。でキャディーさんとバイトしてて、うん、そこのね、あの先輩が、うん、プリウス乗ってて、うん、めっちゃ車庫端だったんですよでゴルフ場にキャディーしに行くから、うん、そのゴルフ場って結構ちょっと山道だったりとかするわけですよ、はい、ね、入り口が段差あったりとか、うん、先輩入れるんですかあったら、うん、行ける道を探すって言ってました大量のシャボタンを前に言ったね。いやでもみんなそう思ってるんですよ。そうだよね、うん、行ける道を探すんだもん。そうだからあの普通のね車線の中で蛇行運転するんだもんね。しょうがないもん、ね、マンホールは避けるもんだからね。あれパイロンと一緒でしょ。そうそうそう、地面とぶつかったら事故ですからって言ったから編集長が言ってたよ。懐かしいなそこで編集長っていうワードが出てくるのがね世代感なのよ。あれはバイブルだからあっちスポコンでしたけど、こっちはなんかちょっと走りとかドリフトとかそうね。いいな、レディー、かっこいいな。あ、レディーない全然さ、国産スポーツカーを見てもさ、何の感情もなかったのにさ、アストンマーチン出てきた瞬間にこれよエスプリやで、エスプリかっこいいな。なんかほら、あのやっぱり国産のスポーツカーは日本人として生まれてきてから、うん、何回も見ちゃってるからね。そうね、なんか見たことない車の方がやっぱりテンション上がっちゃうんだよな、勝手に。わかるね。ちょっと気になってることがあるんだけどさ、はい10W50 入れたの誰だよ、10W50 誰だよ、エッジ置いてったやつ。キャー、のび太さんのエッジでしょいや、待て待て、4枚ドアの GTR 動画ね、ホイールちゃんとあれやん、GTR 大手くんじゃないの。
そういうこと？いや、わかんない。ちょっと3人の詳しい人教えてくださいって。なんか珍しそうに見えるけどね。オーテックバージョンってあったんですもんね。それが NA の6発だったような気が。まあ、あかんで、ちょっとごめんなさい。ググっときます。かっこいい。わあ、なんかね、カメラ回してて言うのもなんだけどね、はい、昔のオプションみたい。ファインダー越しにこうやって見ると。あ、そう。うん。どうか、チャリンコできてるしね、チャリンコできてる。チーバさん。チーバさん。じゃなくてドドドだった。いや、わかる、この辺好き。一三っていいよね。いいよね。かっこいいこれ。ツーラじゃん。いけてる。サンルーフついてもいけてる。めちゃくちゃいい。低く下げれば下げるだけかっこいいよね。そうね。やだ、あれ好き。何はともあれ。まさに。バット積んでねえかな。積んでんでしょうね。グラインドはやっぱさ、ケツから見たときはかっこいいんだよね。わかる。四角いお尻フェチなの。シリフト S13 とかはボンネットの薄さが。そうね。大好き。あとやっぱほら衝突安全の都合とかでさ、あれでも言ったけどノスタルジックでも、はいはいはい、そのタイヤハウスからさボンネットの上面までの幅がこの時代は薄いのよ。確かに。じゃあそこに VAB いるけどさ、はい、VAB のそのタイヤハウスのアーチのてっぺんからさボンネットの高さまでの幅とさ、この違いよ。すごいよな。別もんやで。でもやっぱこれ見ちゃうとね、あれだよね、アリスドライブウェイで火花散らしながら峠を登る。知ってる？峠で。知らない。知らん。山さんダメだよ。後輩にダメと注意される30代。峠紹介ビデオじゃなくてなんかそんなのがあって、うん、ナレーション入れてるのがミスター X っていう人で、その人が紹介しながら、うん、峠を登ってくビデオがあったりとか。なんか知ってるかもしれない。ミスター X がちょっとなんか引っかかってきた。あれ、あのなんだっけ、峠でドリフトして上がってった時に、うん、反対側におまわりさんいて、はい、で逃げるやつ、スピンターンして逃げるやつね。ヘッドライト消してね。そうはい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 。あれのシリーズっていうか、あれ何本もあるんですよ、いろいろ峠紹介が。はい、そう、それの、うん、あのシビックが出てくるやつは、うん、下から火花散らしながら、うん、あの走ってるですね、アリスドライブ。へえ、知らなんだ。それが最高。さすが詳しいね。それの首都高バージョンもありますからね。あ、そうなんだ。首都高バージョン知らねえ。僕ほら真っ当な道を歩いてきたから、それアナーキーなビデオとかよくわかんないんだ。必死に YouTube 見てたからね。必死に2ちゃんとかでダウンロードしてたけど。時代ですね。時代ですな。ここはスーパースバル車タイムですね。スーパースバル車タイム。急に大人の車来たの。フロロ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 。デロリアン行っちゃった。あ、デロリアン来たやん。キタリアン、キタリアン、ヒカリアン、キタリアン、キタリアン、キタリアンはなんか違くない？ピーン、怖い。あれさ、デロリアンのさ、うん、車内さ、うん、お、次元転移装置フュージョン動いてない？フュージョン X だっけ、なんだっけ。いや、フュージョンあれでしょ、あの生ゴミから燃料作る。あ、そっか。なんかだって向こうナンバーみたいなのがついてますよ。でもなんかケツ上がってるよね。でもケツ上がってる割には今ザッって言ったけど。言ったっす。
ごなしが済みましたね。よう歩いたわ。え、済みました？済んでませんか？もう一軒行きましょう。もう一軒、もう一軒、もう一軒。今夜は、今夜ははしごや。そんなスポットありましたっけ？代官山行きます。代官山。代官山、代官山行きましょう。都内に出るんですね。出ます出ます。もう山さん引きずりますから今日。引きずり回さないで生きて帰りたい。いやいやいや、もう縛りつけて引きずりますから。なんで市中引き回しの件に合わないといけないの？おしゃれな空気を吸ってね、うん、身も心もリフレッシュということで、僕の休日はアテンドしてくれてるわけですね。そういうこと、そういうこと。夜遊び、車好きの夜遊びよ。今日は古市くんのアテンドのもと、はい、そうですそうです。じゃあはい、イキリダッシュポイントも法定速度で。当たり前じゃないですか。いや今ちょっとクールレーシングになっちゃったな。クールレーシングになっちゃったのは多分ね、通じない人の方が多いと思うけどな。あのクールレーシングってかね、クールさんの動画見てくれればね、はい、分かると思うんですよ多分皆さん。君見てるね、いろんなチャンネル。社長のね、片岡さんっていう方がね、はい、今日何するんですか、当たり前じゃないですかってよく言うから。本心で撮った動画なのかっていうのが僕は微妙だな。あれ TBS ってもっと向こう、 TBS 全然向こうじゃない。この辺この辺この辺。あーいいですね。どこはやっぱ夜だよね。あーこれ最高。そういう BGM をつけたら。あーさようなら。どうしようかみたいな、はいはい、ことであったりとか、うん、あと4つあるんでバッテリーめっちゃあるやん。当たり前じゃん、たしなみよ。違うのよ、そうじゃないのよ。本当に危ないのよ。何か時代から早めに検索してもらうね。そうだね、そういうことじゃないよ。で、料理も美味しくてそこそこリーズナブルで、で、まあ、テキーラもあるんですよ。着いたのかい。着いたよ。これはどこだい。代官山 T サイト、いわゆる一つの蔦屋書店ってやつ。そうですそうです。おお、こんなとこ車集まってるんですか。集まってるっていうか、集まってますね今日はね。なんか知らないけど、まあ、じゃあちょっと出てみますかね。そうですね。代官山着いたところなんですけど、めちゃめちゃ車いました。アバルトがいっぱい。全部古市くんのお仲間っぽいですね。なんか早速友達がいたんだって。そう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 。で、なんか乗り込もうとしてるんだって。いや、これが俺の友達の中では車の中が一番ちょっとエッチな。もうね、車乗りすぐ車のことエッチとかエロいとかね。だってオーナーが言ってんだもん。オーナーがこれエロいっすよって言ってるから、うん、ちょっと見せてもらいましょうよ。はい、じゃあ乗り込んじゃってください。乗ろ。おお、うぃー、そそり立っとるじゃないですか。これですよ、これ。何これ。 CAE っていうメーカーが出してる、うん、ウルトラシフターってやつなんですけど、キャビンアテンダントエロス。違う。なんだって。CAE ってとこが出してる。なんだって。ウルトラシフター。ウルトラシフター、うん、っていうやつを入れてるんですけど、うん、本当はねこの辺とか穴開いてるんですよ。これちゃんとこう処理をして見えなくなってるでしょ。あ、目暗をしてるってことね。そう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 、はい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 。それがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。これ一級オートデザインっていうところやってるんですけど。うん、詳しいね。マリアですか。これのすごいな、これこのストロークめっちゃ短くない。そう、3速4速すごいっしょ。スイッチやん、レーシングか。ワンノッチやん。そうで、ここ追加のメーター。あら、三連ピラーにエンジンかけますね。はい。おお、キラキラしてる。すげえ。タコメーターも追加でつけてんだ。そうっすね。もともと右ハンドルなんで、うん、ここがブーストメーター純正の。多分彼はここを回転系にしてブーストはこっちに移設というか、まあ、デフィのやつを入れ替えてますね。なるほどね。ヤンタンかっこいいじゃん。エッチ。あとこの車、車の中明るこの LED か。 LED になってるからね。僕の何もしてないんで。すいませんね。君の暗かったからね。俺の暗いから、ね、ISO 感度めっちゃ上げたわ。なんか面白いことになってるんじゃないの。なんか
これプントプント、普通のプント普通のプント、はい、アバントでもないフィアットのプント、うん、今オーナーさんから鍵もらって動かし方分かりますみたいなこと言われたんでちょっとやってやろうかなと。さすがに分かるでしょ、だって普通の車でしょ、オートマらしいんですよ、うん、だから不思議なことないと思うんですけど。そうでしょうね、オートマじゃないじゃんこれ。何これ、どういうこと、わかんねえ、マニュアルみたいなのが生えてんだけど、上がニュートラル、なんだ下がリバースで、はあ、あ、え予想外の動き待ってん、あ、だからこうで、これがニュートラルだよ。あ、ニュート止まった。ニュートラルで固定できるの、ニュートラルで固定できるの、まあ、リバースも多分これでリバース、はあ、わかんねえ。エンジンかけてみましょうか、はい、そしたら正解がわかるもんね。そうね、今右上に入れたね、今右上でこれニュートラル入ってるわ、はい、ニュートラル入ってる、はい、で、あ、これで今ねドライブ1速、はは真ん中が 1? ってこと、うん、真ん中が、うん、真ん中が1で、うん、あ、わかりました、わかりましたいけるわ。そんなさ、コナン君みたいな顔すんじゃないよ今ここが、うん、これ真ん中センターっすね、はい、センターがドライブの位置で、はあ、で左に倒すと A と M だから、はあ、オートマとマニュアルの切り替えですね。はあ、はあははあ、これを左にポンってやると、はあ、これで今マニュアルモードに今なりました。なるほど。その状態で手前がプラス、はあ、で上がマイナス。はい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 。アイパターンですね。ちゃんとしたシーケンシャルですね。はいはい。右上がニュートラル。はい、ニュートラル。で右下がリバース。はい、いた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 。変なの何これまあだから要はさ、うん、基本はこの真ん中にずっと立ってれば運転できるってことだね。そうそうそう、そういうことっすね。うん、まあ良心的なんじゃない、板車は変な機構持ってくるね。すごいっすね。ね、でもこれが生えてるのがいいっすね。アルファとかもさ、Q システムとかっつってさ、はいはい、あーオートマのくせにエッジパターンみたいなの出してましたけど。ありましたね。ちょっとそういうロマンを感じますね、ポンと。そうですね。ただこんな言ってるけど、ここにパドルあるからね。じゃあそれでええやんっていうねはい、というわけで帰り道ですね。はい、いやありがとうございました、なんかいろいろ連れてってもらって。いや、なんかめちゃくちゃ連れ回しましたね。いやね、びっくりした。大河山にあんなに暴れといると思わなかったわ。いや俺もちょっとびっくりしたけどあんなにいるとは思わなかったけど、どうですか、引きずり回されて。いやなんか久々にね、人の助手席に乗って移動してるけどね、うん、快適だね自分で運転しないっていうのはね。そうそう、いや、もちろん運転もしたいし、うんうんうん、なんかこういう時ほら2台3台でつるんで走るのも楽しいじゃない。はいはいはい。僕パレードランとか大好きだからさ。あ、はいはいはい。そういう意味ではちょっと運転しなかった物足りなさはなくはないけど、うんうん、でもやっぱね、この2人で移動すると会話できるしね。そうなんですよ ね、 ね、そうそうそう。一人だとね、ちょっとね、車の意思疎通っても限度があるからそうだねいやまあでもどんな企画になるんだろう今日もって思いながら僕ボートカメラ回してたんだけど意外とね、いい絵がいっぱい撮れてる気がしますね。あ、はい、まあ本当に大和さんの休日を、古市がアテンドしたみたいな。そうですね、感じになっちゃいましたけど。いや本当に今日はありがとうございました。いいえ、とんでもないです。あとはい、後ろにですね、はい、誕生日プレゼント置いといてあるんで。はい、そうですか。はい、小包みがあるんで、ここら置いてくから、あとで持ち帰ったら見といてください。あ、ほんと、うん、なんか予想した方がいい。うん、そうね、まあ好きに予想してくれればいいけど。アバルトだよ、アバルト。あ、ほんと、うん、ゲッパルトじゃない。うん、なんて、え、全然わかんないんだけど。わかんない。僕はほら昔さ、君がこの500に乗ってる時に、うん、アバルト500、アバルトの数字のやつって言って間違えてさ、アウトビアンキの A112 を上げちゃったことがあるわけじゃない。そうそう、まだあるよ。今回はだからアバルトのプラモデル、うん、だってもう間違いようがないからさ、うん、あれでしょ、どうせゲッパルトでしょなんで、なんで知ってんの。え、何が、なんでさ、うん、西ドイツのさ、対空戦車のゲッパルトだってこと知ってんの。あれ、なんだろうね。え、誰にも言ってないのに。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。やり終わったー